正史から解説。三国志演義で陸遜が就任していた文官とは？横山光輝三国志で陸遜が入陵の戦いに出陣した時に、後の将軍たちは陸遜って文弱の徒じゃないかと不平不満を漏らしているシーンを記憶している視聴者の皆様もいるでしょう。文弱の徒とは要するに文官です。ただし正史三国志の陸遜は将軍です。また乱世を生きる人が腕っぷしが弱かったら話にならないので、この陸遜の人物像は後世のフィクションであるのは間違いない。ところで漢代の文官はどんな人だったのでしょうか。そこで漢書五漢書をもとに漢代の文官について解説します。東筆の吏。漢代初期には東筆の吏という人々がいました。彼らは正式な役人ではなく、中央から派遣された役人の下で働いている書記官です。これは決して良い呼び名ではありません。理屈も通らないゴリゴリの法律石頭の人々ばかりだったことから呼ばれた悪口でした。ちなみに前漢初代皇帝劉邦の部下の昭華と宗信も東筆の吏です。前漢第7代皇帝武帝の時代は東筆の吏の最盛期を迎えます。代表的な人物は張唐でした。彼は幼少期から法律の知識には長けており、父親に従いながら実力をアップさせていきます。ある日武帝の最初の皇后陳氏が呪詛を企む事件を起こしました。計画は発覚して関係者は逮捕されます。張唐はこの裁判を担当して何の問題もなく解決してみせたことから武帝に重用されました。ただし前述したように昔から法律の知識に長けていたことから性格は冷たかったようです。なお張唐のように法律に長けて優秀であるが民に対してあまり恩恵がない官僚を国吏と言います。張唐はこのような性格だったことから敵も多く、最後は政敵から無実の罪を着せられて自殺に追い込まれました。なお東筆の吏という言葉は武帝の時代が終わって以降資料から姿を消してしまいます。文理文法の誕生。武帝の死以降漢書に文理文法という言葉が散見するようになります。文理文法という言葉はどんな意味でしょうか。文理は儒学と法律の知識を持った官僚です。文は儒学、理法は法律という意味です。武帝の時代に儒学は国学として採用されたので、儒学は官僚にとって必須科目となったのでした。また武帝の時代には法令も整備されていたことから、法律は官僚にとって知っておかねばいけない分野になったのです。要するに現在の公務員試験の憲法、民法、刑法を勉強することと一緒です。しかし五官になるとまた違ってくるのです。儒学者と法律家の差別化。五官書にも文理文法という単語は品質します。だが五官は前漢に比べると儒学が隆盛しており、儒学の教養の方が大事されました。そのため官僚も法律よりも儒学の勉強に重点を置いていたのです。五官第8代皇帝順帝の幼化元年に文理と儒学者の進路が明確に規定されました。これは曹操も受けた高廉選挙なのですが、政府が儒学者と法律家の差別化を行ったことがわかります。この時に合格した儒学者は後に発生した唐古の禁で犠牲になったり、また黄巾の乱で復権したりするのです。一方文理は特に資料から目立つものはありません。彼らは儒学者よりも立場が下の扱いなので、試験合格しても軍権の下っ端役人として扱われるだけでした。後世の科挙管理徒用試験で儒学に重きを置いて法律や実務などを軽視することはこの時から始まったのでした。三国志ライターアキラの独り言。今回は漢代の文官について正史から解説しました。題名から陸遜の解説と思われたかもしれませんが、今回は違う視点から切り込んでみました。毎回同じような内容ばかりでは視聴者の皆様も飽きると思ったので、今回はこのような手法を取りました。
また私の記事のコメント欄には三国志以外の中国史の質問も受け付けています。答えれる範囲でしたら回答可能です。よろしくお願いします。